こんにちは、タンタンです。今回のトリック&コンビネーションのクラス、前半は、片手倒立からのトリック、そして後半はジャネイロから真横にピーンとなるトリックだったんですけれども、全くできませんでした。では、ご覧ください。自分で自分に突っ込みを入れておったよ。前あのもっと左膝を下げろってこれ言われてベッド。あ、そう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 。パック下げて。ベッドやれない。そうだね。ベッドから入っていい。そこからどれぐらいいっちゃおう。外に右手離してエルボー入れます。はい、足入れ替えます。うん。で、どれぐらいか作りましょうね。はい。そしたら、この伸びてる足、ポールに一度戻して、少し縦めにかけて、浅めにかけてください。そうです。そしたら、今、かかとを持ってる手、内ももに移動です。内側か、内もも、内もも。そう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 。そしたら、上の足を外して、外しながら真横。真横ってどう？後ろに外していく。あ、そうです。それで落としていく。あれ？体を横にしたいけど。え？え？違う。いや、上の足だ。
ふらふらI'm not afraid to die.
までご覧いただきありがとうございます。先週のトリック&コンビネーションのクラスで、肘を床に打ちつけて打撲で怪我をしたんですけれども、その後別のクラスで、ここの腕の骨を痛めまして、そしてさらに本日こっち側の、わかるかな、ぷくっと腫れてるんですけれども、こちらの骨を痛めましたね。怪我がつきものでございます。お、頑張ってるなと思っていただけましたら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。次回もまたいろんなトリックにチャレンジしたいと思います。タンタンでした。